こんばんばは、はのコバです。す。今日日8月20日になりますエステの方に行ってきましてねまたバチ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 っと光を当ててきましたすごいね強い光で痛いんですよあのゴム輪ゴムあるじゃないですか輪ゴムで罰ゲームで鼻パッチンとかやる時の痛みをちょっと強くしたような感じで顔中にバン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 当てるんですねそうするとその光によってその皮膚の下にある皮下脂肪っていうのかなその下にあるシミとかが浮き出てくるんですよ で浮き出てきて、これが3日ぐらいしてカスボタンになってポタンと落ちると。これ先月も経験して、顔中の、えー、シミがね、なくなった。そして顔、表情が明るくなって、えー、本当にね、なんかその混じりっけない肌色で一面整えられたような感じだったんですけども、今日またね、やってくると、見えなかった奥底にあるやつがまた浮き出てきたんですよ。こうやってどん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 撃退していくんですよね。 で、私の場合は5ヶ月コースなんで月に1回通ってあと3回通うんですねでそうすると奥の奥までの将来出てくるシミってのがどんどんね外に出ていって一網打尽にできるということなんですよ前回やってね3日4日ぐらいですっかりときれいになったのを見てねシミがなくなったのを見てすごいなと思いまして今日はワクワクしていきましたあーで施術をしてくださった皆さんもあのー、本当によかったですねみたいな感じでね、えー、言ってくださって私はあの YouTube でずっと顔を出してるんで よよく言われるんですよね、うん、それもね一人や二人に言われるんじゃなくて数十人に「あ表情変わりましたね」って言われるんですよねいやー本当にありがとうございますあと3回通いますで今あの今日は浮き出てきたところなんで実際にね近づいてお見せしますねほらもう黒くなってるでしょ昨日までこの黒がなくって皮膚の下にあったんですよでそれがまた長い年月をかけて表に出てくるわけなんですけども今日のバシバシでね 早めに外に出すみたいな効果があるんで、数ヶ月、数年かかるものを3日4日ぐらいで外に出しちゃうんで、以降肌にこういったシミはできないってことになるんですね。これがだからかさぶたになって落ちるそうなんで、それまでは我慢して剥がさないようにってことでした。今日やったばかりなんで、顔はヒリヒリしますけども、まあ前回ねもう経験済みなんで、このぐらいどうってことないですね。顔中やって、鼻の頭もやって、ここところもやって、ここが一番痛かったですね、ここはね。ここ。で、 黒いものに反応するんで、ヒゲのところとか特に反応するんで、うーって感じでしたね。でもまあね、えパ、ー、リッと我慢の子であったで、しっかりと済ませてきたす、来ました。今度9月24日なんですけども、多分9月24日はもっとね、クリーンになった状態で、透明感のある肌でエステに臨むと思うんですよね。で、5回やると10月でしょ ?11 月、今年中に終わるのかなですんで、年内にパリッとね、 えー、しっかりと、あのー、肌にシミのないような49歳が出来上がるということでございます、えー、再来月私誕生日ですからねいよいよ49ですよ50が近づいてくる不思議だな私ね10代の頃永遠に年取らないと思ったんですけどもねでも懐かしいっすね高校生の頃二十歳の頃20代の頃全部若い頃のことって全部夢みたいですねあれもやったこれもやったあれもできなかったこれもできなかったうん 苦い。ほろ苦い。よし。まあ、これからもね、気持ち若く、そして見た目も若くいたいなと思います。それでは、おやすみ